こんにちは。シャドバの王です。どっちかというとシャドバとの王様かな？早乙女霊の切り札っぽいカード。ブラッディデーモンを使っていくよ。正直狂乱でいい。そういう感想しかない。多分時短で化けるタイプのカードだから。マリーみたいなカードが追加されてからが本番だから。今は王の力を抑えているだけ。手札に来るのもハンデだから。アクセラつけたら王になるから。でも意外と1枚くらいなら手札に来ても大丈夫。レジェンドなだけあってパワーはそれなりにはある。直接召喚以外でも活躍はしなくもない。できれば直接召喚したいけどね。なぜバンクの直接召喚は戻せないのか。悲しいね。でもその弱さが癖になるといえば癖になる。なぜなら弱デッキ愛好家だから。今回の構築で多少の未来は見えた。まず碑文はいらない。天使のカゴは欲しい。ネメシスには無力。そんな感じ。ディテクティブガールが結構いい仕事するからそこを中心にデッキを組みたい。そしてどんどんデッキを強くしていくと、究極地点に狂乱軸が待っている。そういう風に、できている。仕方ないね。でも物を使いたいし、もう少し頑張ってみる予定。予定は未定。大人のまた今度なと同じ。それよりも地下大洞窟の探索が忙しい。ポケモンって今まで全然やってなかったけど面白いんだね。縛りプレイしてて色々なポケモンを使っててそう思ったよ。っていうかポケモンというよりも縛りプレイが好きなのかもしれない。シャドバをプレイすること自体が縛りプレイみたいなものだしね。これ名言。大パリメイク終わったらまた盾で縛りプレイしようかな。盾の方が音楽が好きなんだ。シャドバで言えばエルフステージくらい好き。あそこのステージってテンポ取りたくなるよね。このレディールのステージも嫌いじゃないよ。あとはアイアロンのステージも結構好き。あそこのステージって地面を叩く音がちゃんと左右に反響するから好き。目隠しプレイするならあのステージ一択まである。次に追加されるステージも楽しみだね。できれば地面を叩く音に力を入れてほしい。相手が長考してるとき暇なんだ。次のプレイングを考えろって？それは、正解。リーサル計算をすべきなんだ。絶対ミッション中のランクまでリーサル逃してるはずだから。特にエルフなんてそう。何回アルバータが消滅したかわからない。これじゃシャドバの王じゃなくてプレミの王。君はここまで。デザインは最高にかっこいい。普通に好き。能力も好き。昔いた機械のドレインカードに似てるよね。名前忘れたけど、あいつは強かったし。それに AOE がついてるんだから弱いわけがない。スケルトンレーダー連打はやめて。ていうか進化ネクロ多すぎ問題。まだ勝ちやすいデッキだからいいけどね。進化ネクロ使うの難しくない？プロリーグの限られた環境下であれば強いかもしれないけど。ランクまで上昇できるデッキなの？それともランク迷うに調整してるの？あんまりグリームニルが出てくることないもんね。スケルトンレーダー連打やめて。体力が溶けちゃう。でもスケルトンレーダー軸の弱点は回復。これだけは何度でも言っておきたい。だからスケルトンレーダー軸には機械かグリームニルを入れておいて。自利品になるから。カゲロウでもいいのかな。わかんないね。でも全部プロの構築に入ってたよね。じゃあやっぱり最強なんだ。でも右手が光ればこっちが勝てる。それがシャドーバース。このターン最大17点くらい出るんじゃないの。高校でここまで生き延びれるならそこそこいいんじゃないの。これくらいの弱さが好きだからもっと改良しようそうしよう。ということでリーサルです。ブラッディデイモン最強。デッキはこんな感じ。見ての通り弱いよ。暗闇のコウモリのために碑文を採用してるけど正解は不明。出直してきます。ご視聴ありがとうございました。